ご視聴ありがとうございます。よしチャンネルです。以前、ワールドチャンピオンベースボールの検証において、ボスキングのリオウームでの日本の成績の差を確認しました。その結果、明確な差は見られませんでした。優秀な能力の選手を海外に送り込んでも、あまり日本代表に選出されず。ということで、さすがに日本の球団を16球団に増やしたら強くなるのでは？今回も大会計15回の成績で検証します。過去の検証動画において、大会計15回のうちの優勝回数は5回。決勝ラウンド進出は10回。このあたりの数値が基準となります。もはや最終手段。新球団を増やしてペナントを開始。新球団は最弱の選手のみ。基本はドラフト獲得から選手強化を図っていきます。ただ支持操作の球団は選手獲得なしのため、15球団での選手育成となります。最初の大会は2027年。代表メンバーは既存の12球団メンバーのみ。しかしながら優勝。4年後の2031年も新球団からのメンバー選出はなし。無念の予選敗退。2035年、ようやく新球団から代表入り。結果はまさかの2大会連続予選敗退。2039年は新球団の3球団から5名が選出。結果は3位。2043年は久しぶりの優勝。これで5回終了。2047年、日本は連覇達成。そして次の大会で3連覇。2055年、この大会でも優勝して4連覇。100大会こなしても達成できなかった偉業をここで達成。また、翌年の2056年に新球団が初の日本一に輝く。2059年は1点、3位で終了。区切りの10回目、2063年は再び優勝。2067年は3位。2071年は準優勝。2075年は優勝。2079年は準優勝。2083年、新球団からの選出はわずか2名。1人目は給料6億2000万円の平沢選手。パワー S の強打者3塁手。2人目は二刀選手。俊足高打の外野手。チャンス B も心強い。さて、肝心の結果は、優勝で有終の美を飾りました。今回の結果は、優勝、8回。なんと、15大会のうち半数以上の大会で優勝。準優勝、2回。3位、3回。予選敗退、2回。予選敗退を喫したのは新球団の選手が育ちきる前の大会のみ。2039年以降は全て決勝ラウンドに進出。かなり優秀な成績を収めることに成功しました。今回は球団数を増やして世界大会の検証を行いました。結果、日本代表の強化に成功しました。また何かいい案が思いついたら世界大会の検証してみます。